今回はバレーボール選手の古賀紗理那さんをご紹介します。古賀さんは熊本県菊池郡大津町出身で、1996年5月21日生まれの B 型。身長180センチ、体重、スリーサイズはともに非公開です。バレーボール選手だけあって筋肉もついており、引き締まった体をしているため、バスト87センチ、ウエスト67センチ、ヒップ90センチではないかとネット上では推測されています。バレーボールのユニフォームは体のラインが出るユニフォームを着ていますが、バストは控えめで A から B カップだと言われています。ただしバレーボール中はスポーツブラをしていると思いますので、私服の時だともう少し大きく見えるかもしれませんね。古賀さんは180センチの長身を生かした圧倒的な攻撃力を持ったアタッカーとして、日本代表でもエースとして活躍しています。それだけではなく、アイドルのような笑顔がトレードマークでもあります。得点した時などに見せるクシャッとさせる弾けるような笑顔は見ている観客まで元気にしてくれます。高校時代から可愛かったですが、ここ数年でさらに可愛くなったと SNS 上で話題になっていました。古賀選手は高校時代から矯正をしており、歯並びが綺麗になったのが大きな変化だと思います。また20代になり幼さがなくなったことで大人の女性っぽさが出て、表情も少し変わりましたね。インスタグラムではバレーボール中の姿だけでなく私服姿も投稿しています。投稿を見ると私服はカジュアル系が多く、ボーイッシュな感じが多い印象ですが、180センチの長身とショートカットの古賀さんはかっこよさの中にも可愛さがありますね。古賀さんは小学2年生の時にバレーボールを始めました。母と見た実写版アタックナンバーワンがきっかけだそうです。また古賀さんには2つ年上のお姉さんがいて、強豪校からの誘いもありましたが、お姉さんと同じ高校に進学しています。2021年には東京オリンピックで怪我を押して出場し、素晴らしいプレーを見せてくれました。東京オリンピック終了後は新キャプテンに就任し、2024年のパリオリンピックメダル獲得を目標に、まずはオリンピック出場権獲得を目指しています。プライベートでは2022年の大晦日に男子バレーボール日本代表の西田有志さんとの結婚を発表し、世間を驚かせました。お互いまだ現役選手なので大変だとは思いますが、2人で協力して乗り越えていってほしいですね。可愛さを増し続ける古賀紗理那さんに今後も目が離せません。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。